改修工事を行った護衛艦ヒューガ、型と出雲、型は空母となりました。この二艦の誕生によって、日本の空母は4隻体制になるようです。4隻の空母を保有する意味と、2タイプの空母の存在の意味について、合わせて戦闘機搭載に関しても議論されている状況について見ていきたいと思います。まずは、空母が4隻になる意味について考察します。単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイル搭載16セルのヒューガと伊勢は、別の意味でヤバいですね。2015年平成27年10月、3年に一度の海上自衛隊の観艦式が行われました。これは、海自最大のイベントで、当時、最大の目玉となったのが、最新鋭護衛艦出雲の初登場だったのです。出雲は、同年3月に就役した全通飛行甲板の航空母艦です。海自の航空母艦としては、ヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目ということになります。それだけではありません。出雲はヒューガ、型と比較すると、一回りも大きく、自衛隊では、最大の艦艇になったのです。同年8月には出雲、型2番艦加賀も、進水、偽装作業が完了して、11月に試験航海が行われました。加賀が就役したことで、海上自衛隊はヒューガ、型と出雲、型それぞれ2隻ずつ、計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、ドッグ入りして整備する期間、乗員の訓練期間、実戦投入が可能な期間が必要ですし、それぞれの期間が3分の1ずつを占めるため、4隻体制になったことで、常時1から2隻の航空母艦が即応可能という体制が取れるようになりました。しかし、身のところヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少しですが、異なっているのです。詳しい人の中には、この二艦は護衛艦で、航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは誤解です。海自における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を持った艦艇に与えられる艦種で、一般的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する用語になっています。具体的に、金剛型や愛宕型は、護衛艦でありながら、一般的にイージス艦と呼ばれているのと同様、ヒューガ、型や出雲、型も、実際は航空母艦と呼ばれているのです。護衛艦ではありません。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇でした。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、同時に、3機を発着艦させる能力を持っていますし、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能ということです。ヒューガ、型の主な任務は、敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦です。そのため兵装は多くなります。一例ですが、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを搭載する16セルの垂直発射装置 VLS を持っていますから、航空母艦としてはかなり重兵装ということがお分かりでしょう。一方、出雲、型の出雲と香川ヒューガ、型より一回りも大きく、SH-60J、K は5機同時に発着艦可能ですし、格納庫内には15機も収容可能と言われます。しかし、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は搭載していません。最低限の自衛用兵装しか搭載されていないのです。攻撃されても反撃できないということです。つまり、敵潜水艦への攻撃は、哨戒ヘリや旅艦にお任せということになるようですね。とはいえ、出雲、型は対戦能力重視型のヒューガ、型に比べると、広範な任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されているそうです。身軽なので、汎用性に富んでいる艦艇ということになりましょうか。例えば、この2艦には、手術室と集中治療室がありますが、病床の数が違います。ヒューガ、型は8床、出雲、型は35床です。そのため、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として、出雲、型が優先されると思われます。
そして、出雲型の方が飛行甲板も広いので、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利なのです。あくまでも、どちらが、その能力が高いかという話で、日向、型が上陸作戦拠点となることも考えられるので、出雲型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能なのです。日向、型と出雲型の両艦は、どちらも、SH-60J、K 以外にも、大型の輸送、掃海ヘリコプターが艦載できますし、必要に応じて、陸自のブラックホーク、ヒューイ、チヌーク、そして、知名度の高いオスプレイの運用まで行えるのです。一方、パッと見空母のような大隅型ですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化している艦です。ヘリコプターの発着艦も可能ですが、格納庫がなく、固定の艦載機もありません。つまり、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないのです。中国を筆頭に、日本を取り巻く九州離島環境の安全保障について、最大の課題が浮上していることはご存知ですね。これを解決すべく、非凡版海兵隊、水陸機動団が発足しましたが、海上輸送力の確保が懸念されていたのです。有事の際には、空からの輸送が考えられますが、大量の人員や装備を運ぶとしたら、海上輸送に頼らざるを得ません。その場合、必ず投入されると見られるのが輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか保有していなかったので、輸送力と高速航行力を合わせ持っている大型輸送艦を切望していたのです。政府も、1990年代のカンボジアなどへの PKO 派遣に鑑みて、大型輸送艦の必要性を痛感していたので、大隅型3隻の建造を許可したというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開し、L 客集艇や輸送ヘリによる揚陸方法を採用することになったのです。L 客集艇とは、アメリカ海軍でもよく目にしますが、最高時速 92km で、戦車1両または大型車両3から4台を一度に海岸まで運ぶことが可能です。大隅型は、陸上自衛隊1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面で花名三式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両が搭載可能ですから、計算上は、大隅型が3隻で1個連隊規模の輸送ができるということになります。また、海事艦艇としては初の全通式甲板ですから、CH-47 輸送ヘリのように、大型のヘリでも離発着が可能ですし、改修工事を行ったので、オスプレイにも対応できるようになったそうです。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能はありませんから、アメリカの強襲揚陸艦などに比べれば、航空運用能力は極めて限定的だそうです。しかし、この艦の収益時は、空母や強襲揚陸艦ではないかと指摘されたとか。格納庫もなく、車両用エレベーターしかない大隅型は空母に離れないし、回収して無理くりスキージャンプ台を設置しても、22ノットという速力と全長 178m では固定翼機を運用するのは、どう考えても不可能と考えられます。実は、格納庫がないというのは、非常に重要なポイントになります。これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦という艦艇に分類されているという理由になるのです。空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても国家の威信や財力の象徴として考える人も多いようですね。注ぎ込む予算が違いますし、完成したら仰々しく公開したり、進水式を行うようですから、国を背負っているという空気感は強烈です。そうした風潮はすでに強くなっているようです。日向、型、出雲、型に艦載する予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論をしているらしいですよ。購入数を増やすつもりなのか、ライセンス生産して、日本がコア部分までタッチできるようにしたいのか、全く不明ですが、
巨額予算の使い道はしっかりと開示してほしいものですね。海自自衛最新鋭潜水艦ジンゲイの就役間近に迫り、海上試験完了との情報をキャッチしました。今回は、リチウムイオン潜水艦5番艦となるジンゲイを詳しく見ていきます。タイゲイ型潜水艦は乗組員ですら驚く性能だったようです。22隻体制になり、古い潜水艦の退役が予想されますが、オーストラリアにでも輸出してもいいのではないのかな。またはフィリピンなどにね、中国の脅威がフィリピンには特に当たりが強いように感じます。2024年も早くも2月を迎え、海上自衛隊では最新鋭の通常動力型の攻撃型潜水艦タイゲイ型の3番艦で、昨年2022年10月に命名式と進水式を行い、ジンゲイと名付けられた同艦を来月3月から就役させる予定となっている。ジンゲイはタイゲイ型潜水艦の3番艦として三菱重工業者の神戸造船所で建造が行われた艦で、起工が2020年4月、そして進水が前述したように一昨年の2022年10月以後、複数の就役に必要なテストが行われてきた。ジンゲイは迅速なクジラを意味するネーミングとなっており、1番艦の大きなクジラの湯のタイゲイ、2番艦の白いクジラの湯のワクゲイに続くものだが、旧海軍での命名実績はない形式のものである。ジンゲイの建造を担当した三菱重工業者の神戸造船所としては、太平洋戦争後の海上自衛隊向けの潜水艦として記念すべき30隻目に該当する艦艇でもあり、その実戦配備先も注目を集めている状況だ。現在の海上自衛隊においては、潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、その内訳は、2024年2月の現時点では、サイコさんの親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、タイゲイ型が2隻で構成されている。これら実戦配備についている22隻の潜水艦の他に、海上自衛隊では、サイコさんの親潮型の2番艦の満潮と、同4番艦の真潮を練習潜水艦として2隻を残しており、ジンゲイの就役で、その体制もにも変更が生じると思われる。順当に考えれば、サイコさんの親潮型で、現在実戦配備中の3番艦、渦潮が代わりに外れる線が濃厚だと考えられ、同艦は、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に配備されている艦艇だ。そのため、ジンゲイも、そのままスライド就役をするということとなり、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に実戦配備されると見るのが、妥当との意見が大勢を占めているように見える。タイゲイ型は、最終的に何隻が建造されるのかは、現時点では判明していないが、今回の来月、2024年3月に、ジンゲイが就役を果たすと、残るサイコさんの親潮型の実戦配備数は7隻となり、これを同数で代替する場合は11隻となるのだろう。親潮型も、総数では11隻が建造されているため、この予測は妥当な線だと考えられるが、昨今の日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを考慮し、かつ、防衛予算案の拡大基調が続くとすれば、さらなる体制増の可能性も浮上するかもしれない。しかし、いずれにせよタイゲイ型は、前級にあたる、総、流型のコンセプトを継承し、発展、改良を加えたモデルであるため、
次級では、設計を一新した新型潜水艦が建造されることとなるのではないかと予想される。さて現在の海上自衛隊で実戦配備中の3種の潜水艦は、機関構成という点では、大きく3つに分かれており、それらは、基本的には、重機にディーゼル機関を据え、水中航行時には、バッテリーでモーター駆動させる通常動力型となっている。親潮型の場合は、これが、ディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターというディーゼルエレクトリック方式であり、実に、この仕様は、第一次世界大戦で潜水艦が実用化されて以来続けられてきた通常動力型の基本形と言えよう。前級の、総、流型では、1番艦の総流から10番艦の小流までの10隻で、ディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターに、さらにスターリング機関を加味したディーゼルエレクトリック方式となっていた。これは、なんとか、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言える水中航行時の駆動時間や距離の改善を図るべく導入された機関構成であり、通常動力型の潜水艦としては、トレンドであった非対機依存推進を実現させたものだった。そう、流型で10番艦までに採用され搭載されたスターリング機関は、スウェーデンは、コックムス社社製の 4V275 ラウンド、マークアイアイアイを川崎重工業者がライセンス生産したものあり、これを4機実装している状態である。ただし、非対機依存推進を実現し、水中航行時の航続時間や航続距離を向上させる目的で導入された 4V275 ラウンド、マークアイアイアイ、スターリング機関ではあったが、その大きの割に出力は低く、単独での水中航行速度は最大でも5ノット程度であった。鉛製のバッテリーを使用した航行であれば、最大で20ノットほどの水中速力を当時から発揮可能であり、さらに GS 湯浅社が開発したリチウムイオンバッテリーの実用化の目途が立つと、4V275 ラウンド、マークアイアイアイ、スターリング機関の優位性は失われた形となった。このため、そう、流型の11番艦、オウリュウ以降、現在の最新鋭のタイゲイ型まで、その機関構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリー、モーターというディーゼルエレクトリック方式に改められ、今日に至っている。最近でも、リチウムイオンバッテリーを搭載した中国の電気自動車が、頻繁に発火事故を起こしているニュースを連続で目にしたことがあったが、そもそも、リチウムイオンバッテリーは、鉛製に比べ、格段に発火しやすいという難点があった。しかし、日本の GE 湯浅社の技術力や、潜水艦本体の設計を一手に手掛ける三菱重工業者の安全設備を考慮した仕様によって、そう、流型の最後期分の2隻とタイゲイ型は、実用的な通常動力型潜水艦として、その量産化を成功させている。リチウムイオンバッテリーは、従来までの鉛製のバッテリーに比して、高いエネルギー密度を発揮可能な上、大電流、大電圧の持続時間も向上、加えて、短時間での充電と反復使用でも劣化しにくいという利点を生み出している。もともと、そう、流型の前期型の10隻のディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターに、さらに、スターリング機関搭載という機関構成は、機構的に複雑な側面を抱え、実運用上で、それぞれの残量を個別に管理する必要があり、負担が大きかったとされている。加えて、スターリング機関の運用のためには、陸上に専用の設備を確保する必要があり、運用するにあたってのメンテナンス性にも、大きな負担が必要であったことも、リチウムイオンバッテリーの採用で不要となった。こうして、今は、最新型の人芸の実戦配備を目前に控え、リチウムイオンバッテリーを搭載するディーゼルエレクトリック方式を標準の機関構成としつつある海上自衛隊の潜水艦だが、次世代はさらに変わる可能性がある。これは、そう、流型の建造時にも並行して研究が続けられていたという燃料電池方式であり、その性能と安定性が担保されれば、リチウムイオンバッテリーに代わって搭載が進められる可能性があるだろう。日本の軍事関連の一部の報道の中では、現在のリチウムイオンバッテリーの実用化によって、
海上自衛隊の潜水艦の連続航行能力は飛躍的に向上し、これまでのような特定の海域での待ち伏せに止まらない運用が可能となるとの声も聞かれた。しかし、現実的に見れば、今のリチウムイオンバッテリー搭載の大型等でも、水中の最大速度は、やはり20ノットほどが限界であり、原子力推進を採用した潜水艦が、軒並み30ノット前後の速力を発揮可能なこととは、大きな隔たりがある。したがって、個人的には、今以上に、リチウムイオンバッテリーの能力が向上したり、燃料電池方式が実用化されたとしても、原子力推進型のような水中速度は、発揮不可能なため、チョークポイントにおける待ち伏せ戦法には変化はないと考えている。これを根本的に改善するには、やはり、原子力推進の採用しか、現実的な解決策はないと思うのだが、原子力推進型の攻撃型潜水艦を建造し、維持するコストは、通常動力型とは比較にならないほど莫大であり、費用対効果をよく考える必要があるだろう。オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみに、オーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称は、オーカスとなることが明かされた。それまでも、オーストラリアにとっては、イギリスはかつての宗主国であり、アメリカは、広い意味で、太平洋において、軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再び、アングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで、第二次世界大戦後のオーストラリアといえば、近隣の国家として、多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのは、インドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも、国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば、太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアは、フランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、
イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものをオーカス級とし、これをオーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の使用は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は、533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という、大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が、世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO-A200型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本のノモガミ型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、
同館は満載排水量3590トン、全長 121.0m、全幅 16.34m の艦隊に、コダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でもアルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量4650トン、全長 133.0m、全幅 17.0m の艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。日本の藻場型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では2018年から就役を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0m、全幅 14.0m の艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本の藻が、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は、16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた欧潮から国産化を再開、ここから今まで建造技術の継承を続けている。この欧潮は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田は洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の大鯨型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。
近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である大ゲイ型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。大ゲイ型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この大ゲイ型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、流型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、流型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、大ゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、大ゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、大ゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、流型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを期としている。大ゲイ型の襲撃によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね、30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後では、それは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのウェステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン。水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も6533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在の最古参の親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、
水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル、全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、そのすべてを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。